<music> 今小学生から小学生中学生高校生それも男子女子あと大学生で大人の女子のチームだったりいろんなチームに今変わらせてもらってもざっと本当 15から20チームぐらいかからしてもらってるんですけど、もういろんなレベルで、まあ全国大会に出るようなレベルのチームだったり、まあ、県大会に出ることを目標にしようだったり、本当にサッカー上手くなろうって追求しているようなチームだったり、いろんなレベルのいろんな選手を今見させてもらっています。でその中で、え、う、っ、ん、と一生懸命頑張ってるんだけどなかなかうまくいかないだとか、えー、ななんかできるけどなんでこれできるかよくわかんないなみたいな選手だったり、いろんな選手がいる中で、えー、僕も僕自身サッカーが うまくなくてうまくてなりたいと思ってたんですけどどうやったらうまくなれるかっていうのが分からない僕みたいな選手が結構今でもいるみたいででこの僕が話してるような内容,にか内容は本当、えー、実行の部分、えー、ど実際にプレーするじゃあちゃんとボールが蹴れるとかちゃんと止めれるとか止めようと思って止めてるけど止めれないとか。 その底に蹴ろうと思って蹴ってるのに蹴れないっていう時になんでそれがうまくいかないのかなって気づかないまま何回も何回も何回も練習して結局うまくいかないっていう選手が結構いるみたいです。で、えー、僕もそういう人間だったのでなんでかなっていうことを考えてた時に一、えー、つ行き着きましたでそうすると、うん、それが原因があって理由があってそうなってないとか。 っていうことが見えてきてそこの部分の見方が変わることによって自分の技術だったり準備の仕方だったり、えー、思考だったりとかっていうの変わってきた選手っていうのを多々見ていますなので、えー、僕もまだまだ勉強中なので、えー、これがまだ全てだと思ってないですしもっともっと、えー、いい分かりやすかったりだとか、うん、もっと面白くとかっていうことを追求してはいるんですけれども現状ここ本当何年かっていうのを の中で勉強した中で今行き着いている僕の周りにいる選手たちがいろいろ教えてくれた中で行き着いている一つのサッカーの見方ですなのでえっ、ー、ともうこれがすべてではないので、えー、これを見ていることによってなんだよこいつ全然 何言ってるか分かんないよもっとこうだろうって思ってくれる一つのきっかけにしていただければいいですし逆にあだから自分ができなかったんだっていうようなきっかけに一つしていただいてもいいですしもう見方はいくらでもありますし答えというか解釈だと思っているので、まあ、ご自身が活動するところにあたってえ都合のいい使い方をしていただけたら幸いですし。 逆に僕にもっともっとこういうのあるぞっていうふうに紹介してくださる方がいたら本当に助かるので一緒になって目の前にいる選手たちが良くなるように頑張っていきたいなと思っているのでよろしくお願いします。